スポーツカーレースの一つであるアメリカンルマンシリーズスポーツカーレースはモータースポーツの一形態である。ここでのスポーツカーは一般的な意味での市販スポーツカーとプロトタイプのことを指す。スポーツカーは2シーターのマシンでホイールをボディが覆っていることが特徴である。プロトタイプでは多くは形式的にだが2つのシートが存在し完全に1シーターである。 フォーミュラカーとの最大の違いとなっている。またオープンホイールで1シーターのフォーミュラカーが一般にスプリントレースのみで使用されるのと異なり、プロトタイプレーシングカーは耐久レースをメインに使用されるのが一般的である。かつてのプロトタイプ規定では登録可能な行動使用者をベースとし、登録の実績を必要とすることもあり、その場合行動使用を1台だけ作成し、 登録するということもあった。現在のプロトタイプ規定は市販車とは一切の関わりを持たないものが主流である。プロトタイプのみでは承知できるマニファクチャラーやチームの数に限界があるため GT との混相になるのが一般的である。なおスーパー GT のような GT マシンのみのレースカテゴリは GT レース、スーパー耐久のような GT と4シーターのツーリングカーの混送は ツーリングカーレースと呼ばれるのが一般的だが講義では全社もスポーツカーレースに含むありがとうございます。